ありがとう。ボクピグさん、ありがとうございます。カメさん、ありがとう。タタ様、ありがとうございます。こんばんは。京セラ会帰り、おお、すごい。こんばんは皆さん。いや、もうちょっと早く配信始めようと思っていたんですけど、なんだか疲れましてね今日疲れたというか、なんて言うんだろう、お家にさ、こう帰ってきたらさ、なんて言うんだろう、一息ついちゃうとさ、そこからさ動くのって結構さ、すごいことじゃんそうだから、やっとって感じ、やっと配信しようってなった。こんばんは、ありがとうございます。一息長めでしたね今日は。ちょっと疲れたっていうかね、なんだろう、家ってさ、家に帰ってくるとさ、なんかぼーっとする時間とかもあるよね。今日はそう、コンサートリハでちょっとすごい踊ったりをしたんで、うん、割とね、ちょっと体の疲れは少しあったりって感じなんですけど、すいません。お仕事後回しにする。仕事から帰ってきてね、動けない、わかります。なんかそういう方もいるよね。寝ちゃう時もあります、わかる。めっちゃ時間経ってたり、そう、わかるわかる。なんかスマホ見てたらね、時間、そうそう、立ってたりとかあるよね。コンサートの座席も出てるのかな、どうでしょうか皆さん。やることはまず済ますよね、これが一番いいと思う。あとはね、一旦寝るとか。土曜昼か見ておう。どうだろう、ちょっと待ってね。3階から、わあ、3階まで見ますからね。どっちだろう。うん、そうだね。うんうんうん、まあどっちでも大丈夫そうではあるけど、上手でも下手でも、亀子の方よろしくね。亀子の方も
おお、前の方の方もいるね。カメコの方、あの頑張れっていう言葉を伝えたい。なんかあのなんていうのかな、運動会とかにさ家族がこう見に来てくれるっていう感覚に近いんだけど、カメコの方への気持ち的に、私なんかさよくお父さんとかもさ頑張ってさすごいカメラ構えてくれてさしっかり撮るからねみたいな、でちゃんと撮ってくれてるかなみたいな。ちょっとそわそわしてたりしたのよ。なんかそれに近いのよ、お願いよろしくねっていう気持ち。うーん、ちゃんと撮れるかなって、頑張ってみたいな気持ちではある。コバコバありがとう。そう、本当に大変じゃないカメラ撮影って、多分本当にね疲れるでしょ腕とかね。本当によろしくねっていう、頑張ってって気持ち、成長記録。うん、で家族に撮ってもらうみたいな感覚、家族に撮ってもらう感覚なのよ私的に。運動会とかそういう時に撮ってもらった時の感覚に似てる。頑張ります、よろしくね。重いよね、そうだよね。娘を見失うえ、見失うんだよ。え、違う子さ追いかけてたりするじゃん。本当にそうなんですよね、面白いよね。え、違うみたいな、え、それアイリじゃないんだけどみたいな、後から見返したらさあったな、そういう時、そういう年もあった本当に。でその後パパに、ねえこれアイリじゃないじゃん、なんでそっち撮ってんのみたいな、みたいなさ、大事なところを違う子になって違う子追いかけてる的なね、そんな年もあったな。亀戸籍ありますよ HKT。 そう、撮って、そうファンの方ね、撮ってくださる専属カメラマンさんもいるかな。まあでもみんないろんなメンバー撮ってるとは思うんだけど、よろしくお願いしますね。可愛い写真撮ってほしいな。ルーキャパさん、しびちゃりさん、カタツムリさん、ありがとう。見失うのもアップだとね、うん、愛知でメロンさん見間違うかも、もう髪色違うのでね大丈夫だと思います。ヤシタンさんありがとう。カメコ一回で挫折した、あーしたことあるのね。カメコなんでたくさん撮ります、ありがとう。自己顔のしないように気をつけます、ありがとう。それもありがとう。立ち位置表ね、あったら確かに。うーん、立ち位置表をカメコの人には、カメコ席には、あの配るとかね、よくない？確かにメンバーね多いもんね、確かにそうだよね。まあでも全体でそういうみんなで踊ってる時はちょっと確かに大変かもだけど、ユニットごととか少人数の時にねいっぱいシャッターを押してくれたらいいなって思いますけど。瀬戸利はねバレるよ、うん、亀戸籍の人にはもう瀬戸利バラすそれはそれちょっとあれか。でもさやっぱ亀戸籍はもうね
でもカメラやっぱ撮りたい、しっかりね、いっぱい写真を撮りたいっていう方が多いと思うね。ライブをこう、なんて言うんだろう、踊りをね、楽しむ、そのライブを楽しむのもあるとは思うんですけど、やっぱカメラが一番、ね、集中するじゃない、撮影だからね。一人を事前に知っててもまあいいんじゃないかって思っちゃうぐらい結構ガチじゃない皆さん、カメラ。ああね、写真選ぶの大変だよね。確かにそれは大変だよね。みんながどこにいるかっていうのもぜひ教えてください。席がねどこなのか。上川さん大変よな、本当に大変っていうか、まあでもなんていうの、亀子を席を選んで来てくださるっていうことだから、苦ではないと思うんだけどね、皆さん。だけどもね、結構な、なんか体力が必要ですよね、いろいろと忍耐力必要なんではないかなって。とにかく私ありがとう。全部亀子すぎて、もうコールとかがないからちょっと悲しいですね、それだったら。持っていく荷物は多いよね。純粋に楽しめないよね。すごい本当にね、感謝ですね。カメラでも撮ってくださる方にも感謝です本当に。下で一緒にこうコールしたり盛り上げてくださる方にも感謝ですけど、カメラで撮ってくれる方にも感謝ですね。コールしながらシャッター押せば無理だよ無理だよ、それはブレちゃわない。ちょっと亀子席もコールしてます。すごいね、どうやって、ブレそう。よく推しを追いかけてるなと思います、出演タイムはね、そう、ほとんどねコールないよね。コールない系の曲選んで、ないちゃん、ありがとうございます。ブレちゃうことは、ブレちゃうね、すごいなって思う本当に。カメラね、カメラあんな重いのを持ってるのはすごいすごいですわ。今日と明日、へえ、手ぶれ補正なんだって、すごいね。1707、ありがとうございます。あ、そうなんだ、周辺大変そう。あら、混みそうですね。めちゃありがとうございます。そう、本当に長いもん、レンズがバズーカのやつとかね。いや、すごいすごいよね。ドームもライブ、あら、すごい、ライブかぶってない、マジか。ちょっと福岡混雑じゃないの。天神とかもめっちゃ混むよね。
バスに並んでる人とかめっちゃいる。うわ、宿も高そう。大ちゃん、クロちゃん、まっちゃん、ありがとう。いや、すごい。ちゃんと、宿も高いよね。福岡ってすごいなんか観光地だな。遠征地遠征地でドームがあるしね。未熟さをカバーしてるそれで飛行機取れなかったの。あ、そうなの。飛行機も満席だって。マジか。会場抑えられてる。確かに。でもこれ本当にめっちゃ前から会場のね、その確保っていうのは本当に何年も、何年っていうか、その1年前とか、まあ、そのすぐに取れるものじゃないらしくて、やっぱりもちろんそうだけど、なんていうの、あ、じゃあ来月やりますとかで決めれるものじゃなくて、すごい前から動いてるみたいで、本当にその予約というか会場抑えっていうのを争奪戦みたいな感じなんだね、多分。そう、多分ね、結構大変みたいだよね、会場を抑えるのもね。だからなんかまあそういうコンサートね、させていただけるもうやっぱね、当たり前ではないということだよね。関東の方もさらにも確かに大変だし、安心浴しますってではまだお風呂入ってないので後で入ります、配信してから。そう、本当にたくさんのね方が動いてくれてっていうことだよね。いや、多分と難しいんだろうな、会場抑えるの。本当にありがとう、ヤクさん、ありがとうございます。ズッキー様、ありがとう。電気さん、ありがとう。サンパレスでコンサート、あ、そうなんだ。ミスチルさんとか、そうなんだ。湧いちゃった。どこだ。レアルさん、ありがとう。レアルさん、ありがとうね。嬉しい。のぐひでさん、ありがとう。こんばんは。明日雪だって、関東の方。寒いんだ。大ちゃん、ありがとうございます。こんばんは。あ、カメラマンの方来たね。こんばんはMK さん、ありがとう。関東の方めっちゃ雪みたいな、寒いみたい。明日気をつけてね。時間あまりなくて大変そう。そうなのよ、大変だよね。関
ぱ来てるんだよね多分ね。なんでですか、困るよ、困ります。誰に言ってんのって感じだけど、え、本当に寒くないですか。なんかさ、本当に3月って感じで、あの桜とかまだだよ多分、本当全然まだだよ。え、どうする、もうなんかさ、アウターとかさ全然しまえる気配なくない。いや、まだしまえないよね、全然もう寒いもん。どうしましょうか、大丈夫かな。桜会場押さえてくれる男だけど、リハたくさんしてくれくれる、みんなことのラブ、あありがとう、来てくれる方みんなにも感謝してる、配信でも見てくれて感謝してる。2月の方があったかかった、そう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 、わかる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 。たるゆきさん、げんさん、ありがとう。バラさん、ありがとう。なんかさ、最近思うことなんですけど、ファンの方、明日はさえの日です。そう、さえちゃんの日やん、さえの日。あら、そういえばそうだね。最近思うことなんですけど、ファンの方をさ、ファンの方が SNS 上、SNS 上とかで、まあこう私とコミュニケーションを取ってくださったり、まあ、なんて言うんだろうな、 SNS とかでもそうだし、まあ、こういうショールームとかでもそうだし、まあ、絡んできてくださるとするじゃない。それはなんか現場っていうか直接会うってなった時に一致するのが面白い。一致するっていうか、この人がこの人なんやってこう一致する瞬間が超面白いっていうか、そうなんか意外な人もいれば、あーなんとなくぽいわみたいな人もいたり、なんか一致する瞬間がすごく面白くて、そうそうそう、うん、あのね、みんな絶対に初めましての時があったわけよ、私とね。そうだから、これがこの人みたいな。そう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 、いや名前とかもそうだし、その雰囲気、なんて言うんだろうな、文章的なその雰囲気とかコメントとかもそうだけど、そうそうそう、私結構知ってるんよね、でも割とね、なんだろう、よく目合うなみたいな人とか、例えば公園とか来てくれてよく目合うなって人とかは結構すぐ特定できる。いろんなツテを、メンバーとか情報収集ツテを使って結構特定させますね。
今月末愛知に初めましてできるし仲良くなりたい。そう、最近私一致させちゃいましたえ、この人かなってさやちゃんに聞いたら当たってたで、そう、結構あるファンの方のことを結構特定できるし、特定できるっていうか特定班向いてるなっていう、なんか勘が当たるんだよね結構。そうで、逆に当たんない時もあるけど、この人みたいな、この人なんみたいな。そうな、いい意味でよ、なんて言うんだろうな、なんか意外と優しそうみたいな人とかもいるし、なんか静かやんみたいな、なんかだいたいそういう方が多いね。でも実際その SNS とかこういうショールームでは結構喋ってるけど、喋ってるっていうか結構明るい感じだけど、実際はなんかすごく静かそうな雰囲気だったり、そうすごくあの真面目そう、結構メガネかけてる方多いファンの人あるあるなのか分からんけど、偏見かもしれんけど、でも私の分析的にはメガネかけてる人多いそう、男性とかね、女の子とかはカラコンとかつけてる方多いけど、ね、メガネの方はね結構多いです。はい、そう、私のタイプはメガネが似合う人ではあるっちゃあるのでうんだから何って感じなんですけど、そう、いや、メガネかけてない人でも、まあかけたら多分みんな似合います。そう、かけてない人はもちろんいますけど、うん、もちろんかけてない方もいらっしゃるけど、結構みんな優しい顔が、うんうん、高弘くんさん、ありがとう。公園で見つける、なんかね、見つけるっていうか、目合うとその人のこと知りたくなるし、結構めっちゃ見てくれるじゃんみたいな方とか結構いると、誰やろうみたいな、気になります、こちらも。そう、メガネ買わなきゃ伊達目とかでもいいですよ全然。完全にネット免許で本当に恥ずかしくなってるなんかそういう方は結構多いから、ネット弁慶っていうのかな、もう分かんない、そういう方が多いから、なんか全然なんか私的にはもうそれが当たり前っていうか普通になってます。うん、そういう方が多いから、なんか全然、なんか実際会って全然喋れなかったとしてもこうもじもじしちゃうんですっていう方とかもいるのね。喋れない、なんか SNS とかではめっちゃ喋れるのに、実際会うとなんか全然喋れないですよみたいな方もいるんだけど、全然なんか結構そういう方の方が多いから、もう普通というか、だからそれで引くとか全くないし、逆になんか面白いってなる。そう、面白いっていうか、なんて言うんだろう、うん、面白いというか、なんかそこもギャップですね、皆さんの。なんか、なんか意外と真面目じゃんみたいなことが、真面目というか、その意外とちゃんとしてるなみたいな
でも私のファンの方は結構そういう方も割と多いというか、そうね、まあ、紳士であってほしいからね、こう、こうなんて言うんだろう、うん、まあ、人間観察結構好きですね。俺に、あ、漏れてる、え、めちゃくちゃ喋る人の方が少なそう。いや多分ね、まあ、いや、まあ逆にあのこういう SNS とかこういうなんていうの、実際に会ってない時はあんまりその絡んでこないけど、リアルである会う方がめっちゃ喋るって方もいるはいるの。でも少ないは少ないかな、そっちの方が。でもいるはいるけど、うん、猫をかぶっていきたいと思います。いやー、まあそうね、みんな緊張とかでねあると思うんだけど、うん、基本ね、おとなしいね、割とね。いや、でもすごく優しい方が多いし、なんかおしゃべりは好きだと思うんだよね、みんな割とファンの皆さん、うん、でも結構一人で見ると単体で見ると結構おとなしそうに見える、みんなメガネかけてる人多い。うん、おしゃべりやけど。いや大歓迎です。どんな人でもね、その人の個性っていうのがねそれぞれあるから、そう本当に一人では騒がないでしょ。いやまあ騒がないとは思うんだけどね、一人でも癖強い人はいるからね、まあちょっと濃いめな方もいるからね、もちろんファンの方にはね、私のファンの方はちょっとそういう方はまあそんなに多くはない気はするですね。でもなんかなんて言うんだろう、なんかそうだな、ファンの方からなんか愛知はこうであってほしいとか言われるのがあまりあのこう得意ではないからこそ、私もなんて言うんだろう、ファンの方絶対こうであってほしいみたいなあんまりなんか縛りつけたくはないんだけど、でもある程度こうなんて言うんだろう、常識がしっかりあって、なんかうーん、他の人がこう嫌な気持ちになるような行動はせずに紳士であってほしいという気持ちは持ってはいるんですよ。そうだけど、まあ縛りたくはないっていうのはねあるんだけど、でもまあそれはね人としてね大事なことではあるから、私もそうだし自分もそう、一緒にその心は持っていたいなって思うっていう感じなのよ。癖全開の人に憧れちゃう。癖強くなりたいな、そういう方もいるんだね。まあどこかしら癖はあるよ皆さん、うん、自分がわからないだけで多分あると思う。ある？本当になんかとにかくさ、やっぱ面白いなーってね、ファンの方いっぱいいろんな方がいらっしゃるから、そういう方とこう
つ一つの出会いがちょっとすごく楽しいですね、こういう仕事してると。うん、すごくね、面白いんだよね。本当に一致する瞬間っていうのは面白いな。だ、僕が何々ですみたいなさ、会いに来てくれる時に僕がいつも愛知にこういう名前で SNS とかやってますとかさ、こう言ってくれたりするの、分かりますかみたいなこの人なんだみたいな、この人か、当たったっていう時もあれば外れたっていう時もあるんだけど、なんていうの、自分が予想してた人と外れたっていう時もある。なんか名前から想像できる感じと、名前とか書く文章的なその雰囲気とか、まあいろいろなとこから考察して、この人こういう感じなのかなみたいな、それが なんて言うんだろう、そこと真逆の時もあるし、この名前何々ですって言った時に、うわえそれっぽいねみたいなことを言うこともあるのよ私ね、何人か思い当たる人もいるかもしれない、それっぽい、名前それっぽいわみたいなとかもあるからさ、なんかそういうのがすごく楽しくて面白くてね、そうすごく楽しいね。そう、自己紹介タイムね。でもやっぱやっぱ私もまだ多分出会ってない方もいらっしゃるじゃん、 HKT をの誰か他の紙面でっていう方とかもいて、そういらっしゃるから本当にそういうなんかそういう瞬間はねやっぱ大切にしていきたいし、忘れないでおこうとは思うの、一人一人ファンの方のね、そういう初めましてだったり、そういうのを忘れないでおこうって思っているんだけど、そうすごくね面白いんだよね、アイコンの印象とかもある。それやったことある、バリ恥ずかしくてね。でもそうだから正体を明かさないっていう方ももちろんいますし、全然いいです。なんか強要するってことはないんだけどね。でもまあ別にどっちでも大丈夫ですみたいな方はぜひ教えていただきたいね。私が名前何って聞くこと結構あるんですけど、まあいや教えれないですっていう方ももちろんいるの。そしたらそっかそっか秘密主義なんだねみたいな感じで終わるんだけど、そこからなんで教えてよとかで、そうはならない。そう普通に教えてくれる方だけ教えてくれたらいいんだけど、初めてじゃなくないって言われて何とも言えないけどそれ教えないとかもあるよ、全然ある。なんか私もあるの一回、待って初めてじゃないですよねみたいな言うじゃん、
え、いや初めてですみたいな2分の1で外す。そういう時マジでね申し訳なくなるね、本当にごめんってなるんだけど、でもえ、そうでしたっけ、え、本当ですかってなる時と、まあでも私結構そのちょその時のね、一応対策というか自分の中の対策は、あ、え、いや初めてじゃないですよねってなって、いや初めましてですって言われた時に、いや前なんか現場来てくれてませんでしたみたいなこれちょっと裏話ですけど、本当にショールームとかでしか話せないことですけど、え、いや公演だっけな、なんかコンサート公演なんか来てくれてましたよねっていうのを言うと、あ、あの時行きました、行ってましたってなって、え、ですよねですよね、それでなんかね見覚えあると思ったんですよねっていう、うん、でも本当にでまあ本当にね見たことあるなっていう人にしか言わないので、まあそう公園でなんか見たことあるなっていう方は本当にいるのよ、結構マジで、そうっていうちょっと種明かししちゃってるんですけどでもさ結構気まずくなっちゃうじゃん普通に外した場合、外した場合すごく気まずくないし、あ、そうなんですね、で事故っちゃう、事故が一番嫌なので、そう私はとにかく事故らないようにしたいので、なんとかうまく回避させるんですけど、いつもでも本当に私はそうだね、でもまあ嘘はつかないから別に、嘘というか嘘ではないんだよ、なんか 見たこと本当あるなっていう時に、あれ来てくれたことありますよねみたいな感じで言うのよ、そう本当にね、なんかチラッとでも一瞬でもね、なんか見たことあるなみたいなとか、そうそうそう、初めまして詐欺する人は苦手です初めまして詐欺はちょっと苦手ですね、顔覚えるのはね得意では なんか見たことあるなみたいなさ方とかも結構頭のどこかに残ってたりするのよ、そうそう、結構それは本当なので信じてもらって大丈夫なんですけど、そうで結構ね事故らないようにっていうのはすごくなんて言うんだろう、頑張ってこうなんとか回避させるんじゃないけど、なんか本当にすっごい頭フル回転させるね、おしゃべり会とか。雰囲気はね、なんか見たことあるなみたいなのはそうそう結構あるのよ、はじめましてって言います、そうね、まあまあまあ私とこうおしゃべりするのは初めての方とかは、あ、おしゃべり会初めて来ましたとか言ってくれた方がありがたい公園に一回は来たことあるんですけど、おしゃべり会は愛知に直接こうレーンでこう会いに来たのは初めてですとかね、まだリアルでお会いしてないです、そうでしょうね、
そうですよね。合ってる合ってないっていうのもまあまあ結構わかるよ。まだだってお名前とお顔が一致してない方も結構いるからね。うん。いやなんかね、そうそう、割とちょこちょこ、本当にちょこちょことねいるのよ、ショールーム新規さんもさ、 SNS 新規さんとかちょこちょことねいらっしゃるの。本当にまだ一致してない方結構いるのよね。そうそう、本当に楽しみです。うん。そしてまあそれなんていうの、そこは楽しみだけど、そこからどんどんこう仲良くなっていくわけじゃないですか。そう、やっぱ一人一人のね、もう本当にストーリーが違いすぎて、何十個ものストーリーがあるのよ。まあそうね、いろんな何百との出会いがあるじゃない。本当に本当にすごい。こっちからもう本当にもういろんな方とのストーリーが違いすぎて、そう、そこから仲良くなっていく過程っていうのは本当にストーリーよ。みんな一つ一つねあるのよ。それが楽しいの本当に。葵ちゃんありがとう。好きになってくれたきっかけとかさ、好きになってあのなんて言うんだろう、部分とかなんかいろいろ違うじゃない。本当にすごいし、なんか面白くてさ、本当に楽しいんですよね。そうそうそう、出会った人の数があるよ。そう、いやー結構私は、うん、そう、一人一人との物語的なストーリー大事にしたいので。あ、面白いもん。みんなは愛理に対してね、あると思うけどね、ストーリーがいろいろと。でもそういうのもさ、結構一緒に喋ることでさ聞けるじゃないですか。愛知をこういう好きになってとかとかさ、だってずっとこう初期の頃から推してくれてる方でも今でもね、こう会うたびに、いや本当に愛知はこうでこうで、この前のね、このお仕事もね、イベントだったり公演だったりコンサートだったり、でもねこれがすごい良くてとか、本当にこう毎回毎回ね、やっぱ何年経ってもすごくなんていうの、新しいおしゃべりお話ができてるわけじゃないですか。そうだから尽きないのよ話はね、やっぱりさ何年経っても。そう、本当にだからなんか素敵なね、なんて言うんだろう、環境だなというか、そういうファンの方とで話してるっていうのも本当に素敵な時間じゃない。そう、でもそういう機会をきっかけにね始まっていくことも多いからね。うん、だったり今こうショールーム見てちょっと結構来るようになって、どんどん沼にはまっていって好きになっていくみたいなこともあるし、愛知の話聞いててハマってって方とかもいると思うし、そう
どんそのかまっていく過程というか、それがね本当になんかいいですよね。うん、皆さんからの過程もあるじゃん、皆さんから見た愛知推し活、愛知推しスタートの過程もあるじゃない。だからお互いねあると思うんだけど、なんかそういうのが本当にね、だからそういうのをやっぱ共有していけるのも素敵だなとも思うし、すごくその過程っていうか一日一日の積み重ねですけど、いやすごい時間を過ごしてるんだよね。多分本当に当たり前のように毎日過ごしてますけど、うん、ファンの方と生きていますから大げさかもしんないけど本当にそうなのよ。ファンの方と一日一日を過ごしてんのよ本当に。だって家族より話してるんだよみんなと、家族より話を聞いてもらってるのよ、私の顔を見てもらってんの家族より。本当なの、本当なんです。だしメールとか、まあ、チャットとかも送って、毎日絶対送るじゃない。だから本当にみんなと一緒に生きてるのね。そうこれってすごいことじゃない、本当に。いやすごいと思うんだよね。私はみんなのことをさ一日に絶対考えてるから、みんなに何て送ろうかなとか、メールとかもチャットとかもそうだし、配信でこういうこと喋ろうかなとかさ、まあいろいろ考えたりとか、ファンの方一人一人の存在がこうバックについてるわけよ。本当にすごいことなのよね。うん、みんなと一日一日をね過ごさせていただいてるんだなってね改めて思います。本当に言葉にするのがちょっと本当に難しいんですけど、結構自分の気持ちだな、これがすごいよ。本当にありがとうね。そう、うん、特に何にも何かあったわけじゃなくても、こういうことは結構常に日頃から言うようにはしてるんだけど、そう本当にさみんなと生活してるっていう気持ちではあるよ。よりね、まあ一人で福岡にこういるということもあるけど、いろいろなまあ環境もいろいろこう組み合わさった上でより実感するんですよね、ファンの方の存在っていうか。そうそう、ありがとうございますっていう気持ちですうん、そうまあちょっとみんなには支えてもらいますこれからも支えてねっていう気持ちですねうん、まあそんな感じでちょっとまだね私は、あーそっか爪も塗らなきゃな、今日塗るか、今からちょっとお風呂入っていろいろ、ちょっと爪も塗ろうかなって、もうネイル取っちゃったのでマニキュア塗って、そういろいろ確認事して明日に備えて寝ようと思います。いいお話聞けて幸せです、ありがとう。すごくなんかこうやって
真剣に聞いてくださる方もう本当に感謝ですよ。もう私いっぱい喋っちゃうからさ、いつもショールームを使いこなしてる。本当なんかすごく、なんて言うんだろう、私が話したいことばかりでいつもね、ごめんって感じなんだけど、いやすごく聞いてくれてありがとうありがとうございます。皆さんお風呂に入ろうかな、ちょっと沸かさなきゃ。お風呂ありがとう、大好き音だって、ありがとう、頑張ります。明日もちょっとパワーをいただきました、皆さんにもね、ありがとうみんなもゆっくり寝てくださいね、ありがとうね。ではではランキング読みます。13位林さん、12位バラさん、11位クロちゃん、10位ヤクさん、9位コバコバ、8位カメさん、7位 MK さん、6位レアルさん、5位タータンさん、4位ズッキーさん、3位アオイちゃん、2位ホクピグさん、1位タイちゃん、ありがとう。そうショールームっていうのはね、そうだよ、うん、こうリアルタイムでね話してるからそうすごく楽しいですね。ありがとう、今日も遅くまでありがとうね、ごめんね、おやすみ。明日も頑張って働きます。モチベーションがない方は愛知のために働いてると思ってくださいお仕事頑張りましょう、皆さん明日もおやすみ、ありがとう、明日ね、また明日、明日ね、お疲れ、ありがとう、おやすみなさい。